ハバード、特捜班に配属されて初めてのデカシムを使った実技訓練だよ。デカシムは現実の街が完全に再現された仮想空間なんだって。ああ、街を再現するだけじゃなく過去の事件まで操作でき、いわば現実の生き写し、お手並み拝見ってわけだな。今回は実際に過去にあった宝石強盗事件を操作するんだ。まずはデカスキャナーを使って証拠になりそうなものを調べてから聞き込みをしよう。重要な証言を隠している証拠人もいるようだな。僕が聞いてみるよ。うまく聞き出したら事件ボードに証拠を貼り出すぞ。当てはまりそうな人物を洗い出すんだ。条件に合うのはこの人だね。この証拠はマニマニーにもう少し分析してもらおう。なるほど、真相が見えてきたな。この事件の犯人はお前だ、何食わぬ顔のヒゲジジイ。ちょっとハーバード、相手が逆上しちゃったよ。低俗な犯罪者め、あんまり刺激しない方が。うわっ、人質を取ったからって逃げられると思うな。焦ってるのか、隙だらけだな。なんだ、面白くなってきたな。これくらいで驚くのか。驚くでしょう。刑事失格だな。とにかく悪党は世界から全員排除する。これは犯罪者の悪意が具現化したクライムビーストっていうらしい。何でもいい、始末するまでだ。始末じゃない、逮捕でしょ。ほう、敵もやるじゃないか。ハーバード、そんなに落ち着いてる場合。一応興奮はしている。悪党をぶちのめす興奮だ。負けてられない、おとなしく捕まるんだ。これで事件解決だな。これで終わりか。危なかったな。安心しろ、まだこの町には悪党がうようよいる。お楽しみはこれからだ。